ジルスヌは、フランスアンドル兼シャトールー出身のサッカー選手。リーグ・ドゥ・エルビー・シャトールー所属。ポジションはフォワード。父のマヌスヌは、元統合代表である。フランス、シャトールーに生まれ、地元のチーム LB、シャトールーのアカデミーに所属。2007年、当時16歳だったスヌは、遺跡金2万5千ポンドで、アーセナル FC に加入した。2009年、 リーグカップにてトップチームデビューを果たすと同年12月にチャンピオンズリーグでもプレーした。2010年2月経験を積むためダービーカウンティ FC へレンタル移籍。同チームではリーグ戦初ゴールを記録、計9試合でプレーした。2011年1月にフランスの FC ロリアンへレンタル移籍し、2011年8月にロリアンへ完全移籍。 2015年1月、エビアン・トノーン、ガイアール FC へ移籍。同年夏に、アンジェイス CO へ移籍した。ネクストアンリと期待されている。2008年 UE、UEFAU-17 欧州選手権に、フランス代表として出場し準優勝。2010年 UE、UEFAU-19 欧州選手権では、優勝した。ありがとうございます。